オムライスは調理済みの米飯を鶏卵でオムレツのように包んだ日本の洋食。英語のオムレツとライスを組み合わせた和製外来語である。溶き卵をフライパンで薄く焼き、味付けされたライスを包む。チキンライスを代表とするケチャップライスが用いられることが大半だが、ケチャップを用いないピラフやチャーハン、バターライスなどが使用される例もある。粒型に成形し、トマトケチャップやデミグラスソース、ベシャメルソースなどをかけるスタイルが一般的である。オムライスにカレーやハッシュドビーフ、シチューなどをかけたものは、オムカレーやオムハヤシ、オムシチューなどと呼称される。洋食店のみならず一般の食堂でも、また家庭料理としてもよく作られており、創作オムライス店による様々な派生品も存在する。北極星心斎橋本店煉瓦亭の元祖オムライス誕生当時はケチャップなしだったオムライス発祥の店を自称する店はいくつかあるが、大阪心斎橋の北極星もしくは東京銀座の煉瓦亭が有名である。北極星のオムライスはケチャップライスを薄焼き卵で包んだ現在一般的となっているスタイルのものである。1925年に大阪市難波の潮見橋にあった大衆洋食やパン屋の食堂の主人、北橋茂雄がいつも白飯とオムレツを頼んでいた胃の弱い常連客に来る日も同じものではかわいそうだとケチャップライスを薄焼き卵で包んだものを提供しオムライスと命名したとされる。煉瓦亭にはそれよりも25年も前からライスオムレツという料理があった。ただしこちらはご飯を溶き混ぜた卵焼きといった料理であり、現在一般的に認知されているオムライスとは異なるスタイルのものである。溶き卵に白飯とみじん切りの具材、調味料を混ぜ込んで焼いたもので、1900年にまかない料理として誕生した。忙しい厨房でもスプーン一つで食べられるようにと考案されたものであったが、客が食べたいと所望したため、翌1901年よりライスオムレツという名称でメニューに載せるようになり、現在も元祖オムライスという名前で提供されている。報知新聞に1903年より掲載された村井玄斎の小説、食道楽には米のオムレツとして煉瓦亭のライスオムレツによく似た料理が掲載されており、これを食した上での執筆の可能性が示唆されている。なお、現在の元祖オムライスはトマトケチャップをかけた状態で提供されるが、ケチャップが日本で普及するのは1908年以降のことであるため、当時のライスオムレツにケチャップは使用されていない。また、築地西洋圏の料理長であった鈴本敏夫が1920年に著したフランス料理献立書及び調理法解説には、アジフ米飯を詰めて調整し、赤ナスソースを天ヘルオムレツが、アマレット・ミレイユとして紹介されている。1926年に出版された手軽に美味しく誰にもできる品料理と西洋料理にもトマトソースで調味したチャーハンを薄焼き卵で包むレシピがオムライスとして紹介されており、大正時代には現在と変わらない様式のオムライスが出現していたことがわかる。小須賀恵子はオムライスは茶ぶやから生まれたとする日比谷の松本楼の料理長であった辻村の証言を紹介している。茶ぶやで誕生したオムライスが後に西洋料理店に逆輸入したものであろうという説である。その他の説として煉瓦亭を含む銀座の4軒ほどの洋食屋同士で話し合いながら研究が行われ、現在のオムライスに近いものが作られたという話もある。ありがとうございます。